くお願いします。はい、マスこと増田由美です。よろしくお願いします。はい、中学2年生13歳岩手院こと岩手です。よろしくお願いします。はい、みーりんこと姫奈美です。よろしくお願いします。はい、なまってもアイドル原崎岩です。よろしくお願いします。白金アイドル塾とはキュンキュンさんの育成プログラムを使った教育システムで、日々歌やダンスなどを必死に練習しています。それでは白金アイドル塾からお知らせがあります。10月19日、ボーカルチャレンジ E チャレボリューム4ライブハウス CB さんにて行います。19時15分オープンの19時半スタートです。詳しくはメンバーのブログやツイッターなど見られてください。ぜひ遊びに来てください。はい、じゃあ次葵ちゃん。はい、11月20日日曜日に演劇プロジェクト公演2016演舞祭ボリューム1、4部の演舞祭に出演させていただきます。場所はコンプラザホールさんにて、16時半オープンの17時スタートとなっております。詳しくは劇団演劇プロジェクトの公式ホームページをご覧ください。ぜひ来てください。はい、それでは白金アイドル塾これからも頑張っていきますので応援よろしくお願いします。以上、白金アイドル塾でした。ありがとうございました。ありがとうございました。小さなダンスマシン、はい、ダンスが得意。そうですね、はい、何かやってたの？はい、ずっと高校2年生ぐらいの時からジャズダンスをずっとやってます。お、今も続けてる？今も、はい。すごいな。あやね、ダンス大きいもんね。しっかりガッツガッツ動くもんね。みんなに注目していただきたい。じゃあ、白金アイドル塾でやってるダンス振り付けってジャズダンスとだいぶ違うと思うんですけども、はい、なんだろう、どうですか、印象として白金アイドル塾。ジャズダンスって結構回ったりとか、その女性特有の曲線美を出すようなダンスなんですよ。ほうほう。だけどその白金だったりとか、アイドルのダンスって結構元気よくみたいなのがあって、うん、今までやったことないようなダンスだったんで、とっても楽しいです。おお、よかったです。白金アイドル塾に入って何か自分変わったなって思うこととかありますか？協調性っていうより
なんていうのかな、そのみんなで作り上げていく、行こうっていうのが、そのダンスとかでも結構あったんですけど、結構一人の振りとかがその多かったから、一人でやってるような感があったんですけど、やっぱりアイドルだったりとか白金アイドル塾とかはその人数も多い分みんなで合わせなきゃっていうのがあったりとか、その振りの何手上げるところは合わせたりとか、そういうところを気にし始めて、その大人数で踊る時の大切さとかが勉強になってるのかなって思います。気づいてほしい、でもキュン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 、ドキドキ。あやねは、将来こんなことがしたいなっていうのが何かあるんですか？はい、将来は、うん、その歌って踊れるアーティストさんになりたくて、うんうん、まあ、目指してるのは室奈美恵さんとかだったりを目指してます。今後は一人でいずれはって思う？いずれは一人でやっていけたらいいなって思ってます。じゃあここでいろんなことを学んで、はい、なるほどですね。頑張ってください。はい、じゃあ歌の練習もいっぱいしようね。これはい、頑張ります。はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ何か皆さんに伝えたいことがあれば一言お願いします。はい、イーチャレだったり、その出演させていただけるライブとかいっぱい頑張って歌って輝きますので、応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。あやねちゃんでした。ありがとうございます。はい、それでは続いてのメンバーはこちらです。お名前お願いします。はい、マスこと増田由美です。よろしくお願いします。パンダさん、はい、そのパンダさんがマスどっちが本体？はい、本体はこっちです。こっちです、はい。そのパンダさん、パンダさんどうしたんですか？ちょっとリラックスしようと思って、自分パンダが好きなんですけど、おうおう、私パンダめっちゃ好きなんで、ちょっとパンダのパペット持ってたんで、すごく大好きなんですね。よくわかりました。はい、じゃあちょっとパンダさんも一緒に、はい、お話聞いていきたいと思います。はい、はい、マッスーは初めての、ライブ白金アイドル塾としての出演はどこだったんですか？そうですね、この前あったイーチャレが初めてのライブになります。イーチャレボリューム3、そうです、その前は確かのキュンキュンさんのライブの時に自己紹介だけ、はい、ね、うん、ね、うん、どうでしたか、その1回目は自己紹介だけ、うん、2回目はちゃんとメンバーとして出演っていうの、どうでしたか？やっぱり自己紹介だけっていうのは、初めてのライブの時は、あ、こんな感じなんだっていうのを実感して、それからインチャレボリューム3で初めてライブで踊ったんですけど、その時になんかすごいライブって楽しいなっていう実感が湧きました。おー、なるほど。ちなみにマスはどんなきっかけで白金アイドル塾に入ろうと思ったんですか？そうですね、私はもともと可愛い子が好きっていうのもあるんですけども、見てるのかってこと？そうですね、あるんですけど、うん、なんかいろんなことチャレンジしてみたいなと思って、うん、それでそのいろいろと事務所の人とかと相談するしていく中で、白金アイドル塾っていうのがあるよっていうのを教えてもらって、それで入りたいなと。なるほど。まずは将来どんなことがしたいっていうのがあるんですか？私はそうですね、将来はカメラ撮るのがすごい好きなんですけど、写真を撮るのが、写真を撮るのが好きなんですけど、そういう写真を撮れるアイドルとか、被写体になるんじゃなくて自分が写真を撮るアイドル、自分の写真集みたいな、そういうの出せるような、こうってやれてるような、そんなアイドルになれたの。ごめんなさい、認識を間違ってたので、ごめんなさい、自分でカメラを撮って自分の写真集を、違います、じゃなくて、じゃなくて可愛い子たちをいろんなアイドルの子とかモデルさんとか集めて、自分の可愛い子たちを自分の世界観で撮って、あ、なるほど、なるほど、カメラマンアイドルをになりたいっていうことなのかな。そういう、いや、将来的に個展とかやりたいとか、そういうのも目標だし、プラスも目標の目指してる憧れのアイドルさんたちはいっぱいいるんですけど、うん、そ
その中で椎名ひかりさんっていう方が愛の表現の仕方がすごい、すごくて、なので、まあ、そういう全力で表現できるようなそういうアイドルもやってみたいと思います。なるほど。じゃあ自分も表現したいし、そうですあのいろんな人のいろんな表現を引き出したいし、うん、そしてそれを集めて写真もやりたい。そう、なるほどなるほど。準備体操の完了。夏は緑で発声練習。もしもしね。それじゃあ最後に何か皆さんに伝えたいことがあればお願いします。はい、私は結構変わってるって言われるんですけど なんか中身は意外としっかりしてたりも、自分で言うのもなんですけどしてたりもするんで、そういうところはちょっといろいろと徐々に分かってくるようにしていただけたら、まず徐々に魅力を知っていただけたらと思います。しろがないメンバーとしてもたくさんライブに出させて頑張ります。はい、はい、じゃあ次こんなちょっと不思議な感じもするマッスーですが、はい、皆さん注目していただけたらと思います。はい、ではありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、では続いてはこちらのメンバーにお話聞いていきたいと思います。じゃあお名前お願いします。はい、中学2年生13歳のユアティンことユアです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ユアティンはあの白金アイドル塾ができた一番最初から行って、その前のサテライトキッズ時代からレッスンを受けてくれているんですけども、はい、うん、どうですか、どのぐらいやってるんだっけ今。1年2ヶ月ぐらいやってます。1年2ヶ月、はい、なんかいろんなことをやってきたね。白金アイドル塾になってちょっとずつメンバーが増えてきたわけなんだけれども、はい、どうですか、今やってて何か感じてることとかありますか。うん、なんかみんな目指す目標が違うなって思います。うん、なるほど。じゃあまあみんないろいろな目標がある中で刺激になっていることとかありますか。なるほどなるほど。ユアティンはその目標というか夢というか、はい、どんな夢や目標があるんですか。将来の夢はモデルさんになることです。おー、それは写真に載るモデルさんとか、ウォーキングするモデルさんとか、いろんなモデルさんがいらっしゃるんですけども、どんなモデルさんになりたいと思っているんですか。ウォーキングするモデルさんになりたいと思ってます。じゃあファッションショーとか。はい、なるほどなるほど。なんかユアティン確か今個人のお仕事でそういうのもやってたりはい、してるよね。はい、ね、すごいなと思う。だってちなみに身長何センチ？あ、1センチ伸びて161センチになりました。1センチ伸びて161センチ。なるほど。まだ成長期だからこれからどんどん伸びていくね。はい。そっかそっかそっか。うん。それじゃあね、白金アイドル塾でダンスとか歌とかもやるんだけれども、はい、もともとそういうことって何かやってたの？はい、小学4年生の頃からヒップホップダンスをやってました。へえ、ヒップホップダンス。はい、やっぱり今やってるその白金アイドル塾でやってるダンスとは違う？違います。どんなところが違うのか。なんか踊りっていうか曲も全然違います。曲のテイストとか、はい、なんか動きとかも違ったりするの？あ、はい、そうですね。どんなことが違うの？なんか私がやってたダンスはもうちょっとかっこいい系のダンスだったんですけど、今の白金アイドル塾のダンスはかわいい系のジャンルのダンスで違います。なるほどなるほど。ちなみに今のところどっちが得意？なんか自分の中ではこっちの方が私得意だわっていうのはどっち？ヒップホップダンスの方は好きだけど、今やってるダンスの方がかわいいからいいなって。あ、白金アイドル塾でやってる、はい、この方がちょっと自分に合ってるかもって、はい、なるほど、思いながらやってるんですね。ユアティン、そうね、ライブの時結構アピールするところでガッツリガーってアピールしていくからね、はい、とてもいいなと思いながら見てます。ありがとうございます。
今将来の夢だったり白金アイドル塾をやってる中で特に頑張ってることを何か教えてください。前列になれるように、うん、家で YouTube を見て、うん、キュンキュンさんの踊りを練習してます、うん、たまにブログにその練習してる動画載せてるよね。はい、うん、おー偉い偉いって思いながら見てます。ありがとうございます。はい、うんね、それじゃあですね、うん、今いろんなメンバーがいるじゃないですか、はいはい、うん、そのメンバーとそうだなやっててこれが良かった、こんなことがあって良かったって思えることがあったら教えてください。人数が多いので、うん、楽しく明るくレッスンができていいなと思ってます。なるほど、でみんな今楽しそうにレッスンしてくれてるもんね。はい、うんうん、良かったです。はい、それじゃあですね、はい、今見てくださってる方に何か最後に一言あればお願いします。はい、今度ライブがあるのでもしよかったら見に来てください。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それじゃあ、ゆあぴんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、では続いてのメンバーにお話聞いていきたいと思います。はい、まずお名前お願いします。はい、姫野美優です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、姫野美優さん、みゆりん、はい、みゆりんって呼んでいいですか。はい、お願いします。はい、はい、みゆりんはあの白金アイドル塾になんで入ろうと思ったんですか。あのキュンキュンさんがすごく好きで、うん、キュンキュンさんに入りたくて、うん、白金アイドル塾に、今年の3月から入りました。じゃあ、目標はキュンキュンさんに入ること。うん、そうなんですけど、うん、あの事務所でいろいろなあの白金アイドル塾以外のレッスンも受けていくにつれて、うんうん、ちょっといろんな目標が見えてきたかなと最近思っています。はい、今いろいろな興味というか目標が、はい、特に演劇の方に興味を持っています。おお、はい、なるほど。じゃあ演技もできるアイドルさん。そうですね、はい。おお、なるほど。だったりラジオだったり、うん、元々の事務所に入った目標が、うん、あのラジオパーソナリティになりたくて入ったんですよね。なるほど。じゃ あの今第3週であのニコニコファクトリーっていうエアステーション響さんのラジオ番組、はい、ね、たまに出させていただいて、あ、出させていただいてます。うん、あ、はい、じゃあそれはすごく今楽しみなお仕事の一つ、ね、はい、楽しみです。おおですね、ですね、うん。次出演いつでしょう。もう出演は終わったんですよね。あ、全部終わったんですね。寂しいです。うん、でも YouTube さんに上がって、ね、確かね、うん、ぜひちょっとミューリンのね、そのラジオの姿を見ていただけたらと思います。はい、白金アイドル塾で何か成長できたなって思えたことがあったら教えてください。そうですね、今までは一人でやるレッスンやることが多かったんですけど、うん、個人として、うん、あの集団でレッスンを受けて、うん、その密な指導をしていただけるので、うん、その一人一人にあの合ったなんか指導方法をしてくださるので、でそれが助かってます。白金アイドルですいません。じゃあ、白金アイドル塾としての目標を一つ最後に教えてください。白金アイドル塾としてもっとスキルを、全体のスキルを上げていって、ダンスや歌もそうなんですけど、あのトーク力も磨いていきたいと思います。はい、はい、じゃあ頑張ります。はい、はい、じゃあ最後に見てくださっている方に何か一言あればお願いします。はい、見てくださってありがとうございます。これからも白金アイドル塾としても姫野美優個人としても頑張っていくので、どうか応援よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ姫野美優ちゃん、美優りんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、では続いてのメンバーにお話を聞いていきたいと思いますので、まずお名前お願いします。はい、原崎優です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ原崎優愛さん、はい、じゃあまずですね、白金アイドル塾に入ろうと思ったきっかけは何だったんですか。はい、私はもともとキンキュンさんをこの事務所に入る前から好きだったんですけど、自分の中で AKB さんとかも他に好きで、うん、アイドルになりたいっていうのが忘れられないっていう思いと、うん、小さい頃からアイドルさんに憧れてたんですけど、
っぱりなかなか踏み出せないというかそういうのがあって、うんうん、で親にも相談してたんですけど、そういう世界は甘い世界じゃないよって言われてて、うん、でもやっぱり自分が社会人になって独り立ちした時にやっぱり自分のお金でレッスンとか受けて、こうどのくらい身になるかとかは別にして自分が成長できると思ったからやりたいと思いました。あ、じゃあもともとやりたくてでもやってなかった期間があって、うん、でもやっぱりやりたくて飛び出してみた、はい、なるほどなるほど。おー、じゃあ白金アイドル塾にいざ入ってみてどうですか？でいろんな年齢層が、まあ、いるんですけど、うん、私は結構自分で人懐っこいと思ってるので、みんなと結構当たりよく仲良くできると思ってるんですけど、うん、でやっぱりみんな本当に個性が強いと思ってて、うんうん、私は普段喋るけどラジオとかなったらあんまり話せないしなんかあやねとかはダンスも上手くて話もすごい上手だから羨ましいなって思ったり、なんかもも子とかも結構可愛いし、なんかアイドルっぽいなって思うとこもいっぱいあって、うんうん、なんかこう個性がすごいなって思うグループっていうか、その白金アイドル塾でやっぱいろんな夢を持った子もいると思うので、うんうん、それがすごいいいコンセプトだなって思うし、うんうん、自分がやっぱり入れて忙しいとは言えないけど、でも自分に自分のなんか気持ちとかいろいろ整理するのにもすごい時間があるし、将来のことをしっかり考える時間があっていいなって思いました、入って。なるほど。センキンチューリーホーはいつも緊急速報発令、甘い香りのシャンプー。川崎優愛さんの、最終的な夢や目標っていうのは何なんですか？はい、で今は白金アイドル塾の中で、まあ、みんなでたまにそのケンケンさんのライブの前座をやらせてもらったりとかしてる中で、うん、私はやっぱりステージに立つことがすごい好きだなって思って、うん、やっぱりひたすらやっぱり自主練とか影の努力をしたとしても、うん、やっぱりその人に伝えるっていうのがすごい難しいなって入って改めて感じたんですけど、でもそれでやっぱりその自分がステージに立つっていうことは諦めたくはないので、こうあと1年以内ぐらいにこう何かしらの形でデビューできたらいいなと思います、アイドルとして。じゃあまずはデビューを目標に今頑張ってるわけですね。なるほど。それじゃあですね、最後に、はい、今見てくださってる皆さんに何か一言あればお願いします。はい、私は結構こう不器用なことも多くて、1回で言われたことできない時もあるし、こう人を一倍頑張らないと、こう今アイドルさんとしてやられてる人たちってオーラもすごかったりとかして、自分がこれからどのくらい頑張るかって追いつけないかなって自分の中で思ったりするんですけど、こう自分の中で思い描いているやっぱりアイドル像っていうのは、こう、まあ、普段立つライブハウス CB さんとか立たせていただいてるんですけど、そういうステージの中でも輝けるし、もっと大きなステージに立ちたいなって個人的には思うので、やっぱりこうそれをするために自分が必要なことは絶対努力だと思ってるので、こう白金アイドル塾のメンバーの中で一番努力しているっていう努力の自信が一番あるので、顔とかじゃなくて、だからそういう影の努力はファンの方とかには見えないかもしれないんですけど、それがいつか形になって応援してよかったって思ってもらえるようなアイドルで、でなおかつ一人の人間になれるように頑張りたいと思うのでよろしくお願いします。はい、じゃあ私も岩さんの努力しっかり見ていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは原崎岩さんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、それではお話聞いていきたいと思いますので、まずお名前お願いします。葵です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。葵ちゃんは福岡乙女歌劇団に所属しているわけなんだけれども、はい、白金アイドル塾もやろうと思ったきっかけは何だったんですか？最初は歌劇団に入る前からサテライトキッズの方やってたんですけど、レッスンばかりで仕事が
今その一緒に両立していく中で大変なことってある？やっぱりダンスを覚えることです。なんかごっちゃになったりするところもあって、いろんな曲があるからね、はい、なるほど。じゃあその難しいところを克服というか、うまく両立するコツみたいな。一つ一つの曲を頭に全部入れて、忘れちゃったところはちゃんと復習して、また思い出すとか。なるほど。じゃあサテライトキッズから白金アイドル塾に変わって、まあ、メンバーが人が増えたりとか、まあ、いろいろ変わったこともあると思うんだけれども、白金アイドル塾やっててよかったなって思ったことありますか？はい、歌劇団の方では歌う人と踊る人が分かれてて、なんかマイクとかを持って歌ったり踊ったりするっていうのがあまりなくて、で白金アイドル塾ではアイドルとかそういう歌って踊ったりできることがすごく嬉しいです。じゃあ福岡乙女歌劇団とはまたちょっと違っていろんなことができていいなっていうかな。夢、目標を教えてください。はい、白金アイドル塾に なったことを生かして何でもできる女優さんになりたいです。おお、なるほど。歌って踊れる女優さん。はい、なるほど。あおみちゃんならきっとできると思います。はい、頑張ってください。はい、じゃあ今見てくださってる方に何か伝えたいことがあれば一言お願いします。はい、白金アイドル塾で、最年少で、最年少なんですけども、いっぱいダンスとか大きく踊るのでぜひ注目してみてください。はい、ちっちゃいけど大きな踊りをしている葵ちゃんをぜひ注目してみてください。はい、それじゃあ葵ちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。